こんにちは。東進 TV 学生リポーターの島尾です。今回紹介するのは同志社大学のオープンキャンパス。それでは行ってみましょう。ただいまキャンパスツアーに来ています。今出川キャンパスはレンガ造りが立ち並ぶ風情あるキャンパスです。一人一人の個性と人格を重んじる自由主義のもと、学生たちは日々切磋琢磨しています。校名の由来は志を同じくする同志が集うこと。140年以上続く歴史の中で、自主自立の精神と豊かな国際感覚を有した人物の育成を続けています。同志社大学にはラーニングコモンズという施設もあります。仲間との議論や得た情報を通じて新しい学びの可能性を生み出すことができます。こちら模擬講義の会場です。ここでは商学部の中道和志先生の授業が行われています。それでは実際に参加していきましょう。この日の授業のテーマは企業間の収益格差について。企業の事例をもとにした分かりやすい解説で大学の講義を体感することができました。実際に学生に話を聞いてみましょう。自由な校風です。本当に学生のやりたいことを最大限支援してくれる環境があるし、答えのないことをみんなで話し合って深めていくところ、そこがすごく面白いですね。生活してる中で京都らしさをずっと感じながら学ぶことができるところがいいところだなと思います。桜の時期は御所に桜見に行ったりとかしてます。社会福祉士の資格を取って、将来ソーシャルワークの場面とかで活動するのが目標です。良心教育により知性と豊かな人間性を有した学生を育む同志社大学。ここ今出川キャンパスには学びを欲す志を同じくした学生たちが知と心を鍛えるために集っています。次回の東進 TV もお楽しみに。